どうも、なめこです。ドレスデンに到着したウプ主。お待ちかねの食事会だぜ。名物料理を食うぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、ドレスデンに来ています。時間もお昼前となったので、地球の歩き方に掲載されている、ゲンゼディープ、というお店に入りました。あえて混むであろう時間帯は避け、正午前に入店したぜ。そのおかげか店内は空いていて、窓側の席を確保。ウプ主の敵、リア充もいなく、ナメコもノリに乗っています。そういえば、テーブルにキャンドルもあるじゃないか。ってことは。はい、素晴らしいお店でした。それでは紹介していきましょう。まずはジビール。ザクセン王の飲み物として醸造された、プレミアムピルスナードイツビール。その名も、ラーデベルガーです。おー。味わいは純粋でどっしりとしており、円熟した独特の苦味は、他のビールでは味わえないそうです。そしていつもの儀式です。それにしても、綺麗な色をしてやがるぜ。琥珀色に輝くラーデベルガーは、ビールを味わう喜びを、高揚させてくれるそうです。それではいただきまーす。やっぱ苦いでー。しかも調子に乗って 0.5 リットルですしね。さてさて、料理がまとめて出てきました。今回はスープとお肉、2品注文しました。うまそう。ではまずスープから。こちらはザクセン風ポテトスープで、カルトッペルズッペというジャガイモのポタージュスープです。うめえ。生クリームも使われているそうで、ジャガイモというありきたりな食材でありながら、奥深いお味となっています。農作物に乏しいドイツで、不作対策として作られてきたジャガイモだけど、いつの間にか伝統料理になってたそうだぜ。ジャガイモでフルコースの料理が作れないと、女の子はお嫁に行けない。と言われているほど市民に根付いているとか。ソーセージもたくさん入っていて、ほんとうまうまだぜ。パンもスープに浸して食べてみましょう。ニヤニヤが止まらないぜ。そしてお肉の登場です。ドレスデン風ローストビーフのザウアーブラーテンです。酢漬けした牛肉をローストしたザクセン料理の代表格だとか、ドイツの国民食の一つと言われており、同時に有名なドイツ料理の一つでもあります。フランケン地方、ラインラント、ザールラント州、シレジア、シュバーベンなどの各地方の郷土料理でもあり、地域ごとにマリネする材料、
添え物に特色があるぜ。それではそれでは、いただきまーす。なにこれー、超うまいんですけどー。かすかに香る酢の酸味が食欲をそそり、飲み込んだ際に鼻から抜けていきます。お肉そのものも柔らかすぎず硬すぎず、最高の一品でした。この紫色のは何なんだ？よくわかりませんが、紫キャベツのようでした。ほのかな酸味を感じましたが、ソースの味が強くよくわかりません。この付け合わせのは、ベイクドポテトか？うつ主も食べる前はそう思っていたのですが、ナイフを入れてびっくり。ふわっふわなのです。ほほう。後で知ったのですが、この料理クヌーデルというジャガイモの団子料理なのです。茹でたジャガイモを裏ごしし、小麦粉、塩、胡椒を加え、団子状に丸めてもう一度茹でるそうな、もちもちとした食感が特徴なドイツ家庭でおなじみのジャガイモ料理です。付け合わせでサイドイツ料理を堪能できるとは、素晴らしい料理だぜ。ごちそうさまでした。今回のお値段ですが、ビール 4.1 ユーロ、ポテトスープ 3.9 ユーロ、メインのローストビーフ 13.8 ユーロ、なんだかんだで合計22ユーロ、3000円でした。まあまあな値段だけど大満足だぜ。全力でドイツ料理を堪能できたぜ。この時に地球の歩き方の信頼性と、キャンドルのジンクスを確信しました。では本日のルートを見てみましょう。まず、エルベ川を挟んで北側が新市街、南側が旧市街となり、観光スポットは旧市街に集中しています。まずは駅前のプラーガー通りを北上し、市庁舎へ。市庁舎のすぐ北側に先ほどのお店、ゲンゼディープがあります。食後北上し、ノイマルクと広場へ。ドレスデン要塞を見学し、ブリュールのテラスへ。あとは重厚な造りの建物を外観だけ見学し、デザートにドレスデン名物のチーズケーキ、アイアーシェッケをいただき、ベルリンに戻りました。また食うのか。こちらがノイマルクト広場。フラウエン協会をはじめ、様々なショップやホテルが集まっています。すげえ広い広場だぜ。この正面にある大きな建物がフラウエン教会。1743年に完成したドイツ最大のプロテスタント教会です。しかし終戦間近の1945年2月、大空襲で大きな被害に遭い崩壊。戦後も廃墟のまま、戦争の悲惨さを伝えていましたが、1994年に再建が始まり、2005年に昔の姿のまま、現代に蘇りました。
このノイマルクト広場も、戦前は絵のように美しい。バロックの街並みだったそうです。戦争は悲しみしか生まないぜ。全世界が平和で、穏やかに暮らせる日が来てほしいぜ。戦争について、考えさせられる旅行でもありました。では次回も引き続き、ドレスデン観光の模様をお伝えします。ご視聴、ありがとうございました。